こんにちは。大阪で着付け教室をしております。着付け教室あやあやずです。今日は私が著者の帯結ばない帯結びという本の中のドレスアップコルセットというこちらの手順をちょっと変えてやってみたいと思います。このドレスアップコルセットという帯結び、へこ帯の帯結びなのですが、もともとはへこ帯の、コルセット結び、ここにも書いてあるのですが、コルセット結びを元にして考えました。で、もともとコルセット結びは、帯結ばな帯結びとして、その森田真美先生とお友達の玲子さんが考案してくださって広めていってくださったものです。で、せっかくなので森田真美先生の椿庵さんのへこ帯でやってみたいと思います。森田真美先生のインスタグラムの動画でもコルセット結びとかいろんな帯結びがあるので、ぜひインスタグラムでも見てみてください。で、どんなものかというと、こんな感じです。コルセット結び、この上と下の間にパタパタを入れて、で、帯締めが隠れるようにしています。で、プリーツとか綺麗に畳んでやってみました。で、ちらっと今日のコーディネートの紹介もしたいと思います。今日のコーディネートはアンティーク着物、セミアンティークぐらいですかね、にへこ帯をちょっと広げて合わせています。で、全体的に帯締めとかこの半襟を青色で統一してみました。はい、そしたらやっていきます。帯結ばない帯結びはクリップで留めてたら外れないんですけど、留めてなかったらこういう風に全部帯締めやらベルトやらを外したら外れちゃいます。今日はアンティーク着物をついたけで着ているので、帯幅を広げてやってみました。まず、へこ帯なんですが、黄色の面を出したいので、巻いた時に黄色が出るように折るんですが、ちょっと広めに巻きたいので半分に折るんじゃなくて、こんな感じで全部ちょっと青色っていうか裏面が出るような感じで畳んでおきます。畳むというか折り目をちょっとつけておきます。で、すごい軽いので重たくないし楽です。結びやすいです。で、後ろ当てます。ちゃんと当たってるかどうかとかは鏡で見て確認してあげてください。で、確認したらこの手先と垂れ、手先垂れ先をこう一緒ぐらいにしてあげます。で、まあ短い、ちょっと短めのへこ帯とかもあるので、まあ大体手先と垂れ先をこう同じぐらいの長さ、見えますかね、にしてあげる。はい、そして左側が私は手先にするので、こうやってほっといてあげてクリップで留めておきます。そして丁寧に巻いていきます。まあ、ちょっとこうアレンジなのですごく簡単ではないんですけど、へこ帯でちょっとゴージャスにしたいときは普通のノーマルな帯結ばな帯結びよりも豪華になるし、後ろの、下が隠れるしいいと思います。こ
こんな感じで背中を反らせました。反らせたらクリップと帯板をしっかり持ってぎゅーっと締めます。帯板ちょっと見えないようにしといて締めます。で締めたらしっかり締めたらクリップを移動させて巻いたやつで止めときます。でちょっとこうグイグイって出してきて、で黄色の面で巻きたいので私は黄色の面出すんですけど、出したい方の柄をちゃんと上向きにして、でこう立ててきてどっちもが見えるようにしといてあげて、でパタパタ折っていきます。こんな感じでプリーツ細かくやってもいいし大きくやってもいいし、そこら辺は自分のお好みだと思うのでやってみてください。でこの折る量がすごい増えていくと、なんて言ったらいいかな、握力っていうか指、ここの指と指の間が結構つりそうにありますよね。こんな感じで折りました。折ったらちょっと余り分をこうグイッと中に入れておいて立ててきます。でちょっとだけこの時点でこう広げといてあげるとやりやすいかもです。こんな感じで、あ、ここもギュッてこう引っ張るんじゃなくて丁寧にやりたい人はそろそろっとやってあげてください。でこのクリップで留めといたやつをこの蛇腹に折ったところにぎゅーっと空気入らないように沿わせてあげて、でまたこの上と下をクリップで留め直します。で留め直したらここから鏡を見ながらゆっくり広げていきます。ちょっと広げていきますね。で今度真ん中も広げないといけないし上も広げないといけないので、ちょっとずつこう真ん中が結構密集しているのでゆっくりゆっくり、もうちょっとこっち側から移動させながら真ん中のプリーツ折り目をちゃんと正しながらやっていくと綺麗なまま広がると思います。でこう広げ方は指先をこう使って広げていくと広げやすいと思います。こんな感じですね。で上もちょっとこう広げてあげて、でこんな感じでスカートみたいな感じで私は広げるのが好きです。丁寧に丁寧に広げてこう折り目をプリーツみたいに正してあげて、そしてここがシッと留めたところを胴の方に持ってきて、で、まあ、下に折っても上に折ってもいいんですけど、こういう風にパタパタ下畳んであげます。上に折った方がいいかな、これどっちでも大丈夫です。パタパタ畳んであげて、でこの中に帯締めを入れてあげます。はい、帯締め真ん中当てて、で後ろでとりあえず団子結び、玉結びでもいいし蝶結びでもいいし、くくっといたらこのパタパタをこうちょっと広げたりとかして下ろしてあげます。でクリップ外してここつけ直しとくと外れにくいと思います。後でこれは必ず外します。
で形を折り曲げてもいいし、この上を折り曲げたりとかしてもいいし、そのままでもいいし、形を整えてあげます。下も外します。こんな感じです。そしたらこの状態で一周巻きます。でクリップを止めるときはその帯板は止めないようにします。胸紐とかも止めちゃったら木崩れするので気をつけてください。はい。してこれはメッシュの帯板なのです。まだ回しやすいですね。こんな感じで回します。でちゃんとこう回ったかなって確認してあげて、で形を整えます。鏡でちょっと確認します。もうちょっと待った方がいいか。合わせ鏡にしたら便利ですよね、両方が見えるので。こんな感じで整えてあげて、で帯締めをちゃんときつく結んであげます。帯締めは緩く結んだら取れるので、お太鼓の時でも何でもきつく結んでいます。はい。で帯幅整えたり、最後仕上げをして完成になるんですが、ちょっと帯板見えてるので下が上上げます。ちょっとなんか出してみました、帯幅広げるために。こんな感じで折ったりとかしても、へこ帯って可愛いですよね。幅が広いからアレンジがしやすくって。はい、こんな感じです。後ろはこんな感じになってます。この帯締めが隠れて、ちょっとゴージャスな感じでドレスアップしたコルセットみたいな感じです。フリルのスカートみたいなのが可愛いですよね。はい。フリーズ一つ一つ丁寧に畳んでいってあげて、ゆっくり広げていったら綺麗に出るのと、あんまり上を出しすぎないように私はしてますかね。いろいろ皆さんはどれが正解とかないので、あの可愛い素敵な帯結びだなって自分が思うような感じに仕上げていったらいいと思います。はい、どうでしたでしょうか。帯結ばない帯結びの中級、お腹がぐるってなっちゃいました、中級編のドレスアップコルセットの、ちょっと進化バージョンみたいな感じでやってみたけど、このこれと同じようにやっても全然良いと思います。これです。はい、ぜひぜひやってみてください。着付け教室あやあやずでした。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。